イムさん、どうでしょうか。聞こえているでしょうか。映っているでしょうか。まずそれを確認してから始めましょう。Can you hear me and see me now?はい、おはようございます。こんばんは。皆さん聞こえているでしょうか。 Hi everyone. Hi ミルキーさん。はい、コグちゃん。マリーナさん。ブライアン S. シロリンさん。メロンマスクさん。こんにちは。ちょっとコンピューターが熱い。It's really hot. My computer is. あ、よかったです。先週ね、ちょっと音声も映像もね、うまくいかなかったんで、どうしちゃったのかなと思って。あ、少子さん、ありがとうございます。これ、夏物ではないんですけど、ロサンゼルスドジャースのね、はい、ハットです。今日はなんとなく、あ、足がなんか、足が変な風に映っちゃった。こうやって、置きたいんですけどね。やっぱここにこう、一つテーブル買わないとダメですね。マジで。テーブル買わないと変、ちょっと足がね、足が映ってますよね。どうでしょう、ちょっと待って。ここだと足映らない。これでも足映りますか。で、こうやって隠してよ。はい。あ、お父様がご入院されたんですか。それは大変ですね。ご自身もご入院、退院なさって、お父様もということでは。コンサートにいらっしゃれるのかしら、南関さんね。はい。ブライアン、Thank you so much。ようやくね、9000人のサブスクライバーズになったんですけども。まあ、本当だったらね、40年もやってるアーティストだったら9万人ぐらいいないとおかしいんでしょうけど、Facebook はね、もう3万何千人いるので、まあ、なぜ増えないのかっていうのはあるけど、まあ、とりあえず、9000人は超えたっていうのはありがたいことで、まあ、1万人に、ね、早く到達してほしいなと思います。はい。Yes. そしてね、9,000 subscribers, thank you so much. You know, I've been doing this for more than, you know, like nearly 40 years, so I think I should have gotten like already, you know, like 90,000.Subscribers, but I think it's great that I have 9,000 now, and I would like to have 10,000 very soon. あ、南関さん、同じ病院なので少し安心ですということで、お名門さん、ピンクの帽子、可愛いですということ、ありがとうございます。ハリケーンの方は今、全然、なんていうのかな。ちょっと嵐の前の静けさっていうのはこういうこと言うんだと思うんですけど、こうちょっとこうどんよりした感じですごい静かです。なんとなくこう空気が湿った感じで、まあ、カリフォルニアはいつも乾いてるんですけど、なんとなく湿気が多くってドロンとした感じで全てが止まってるような、そういう空気感です。Yeah, 10K at least, you know, quickly. Yes.今日もね、本当は一般でこれやろうかなって思ったんだけど、まあ編集しね、皆さんのチャットは他の方々には見れないですけど、編集しちゃうと、まあ、編集してすぐに出せば同じかなっていう。はい。まあいろいろね、どうしたら一番いいのか、皆さんにとっても自分にとってもっていうのは常にね、まあ考えどこですよ。あと2週間ちょっとですか、ライブ楽しみということで、あと2週間ちょっとしかないという私はちょっとね、まあ、すごい焦ってるわけじゃないけど、なんて言うんでしょう。ちょっと待って。3万円ちょっとこれすごくないですか ?This is like the biggest super chat ever.Like 30,000 yen. It's like when yen isn't bad, it's like $300.でも 30% 持ってかれちゃうんだからな。今度ミルキーさん、私の、日本の口座をお知らせします。そしたら、
YouTube に持ってかれずに寄付してもらえるので、すごいすごすぎます。このスパチャを見るのが楽しいっていう、幸せな気分にさせてくれるっていうのもありますから、はい、本当にミレッキーさんありがとうございました。みんなパチパチパチということでね、かといってね、もう少し少量 の金額をスパチャしてくれる方々、これを見てね、あ、なんか自分は小さな金額だからとかっていうふうに思わないでください。はい、思わないでいただきたいと思います。 Anyway、もういろいろあるよね。そして嵐がやってきて、本当は勇気の健康診断っていうのは出発の10日前から10日前以降にしなきゃいけないね。その前にしても無効だから。で、今日ちょうど10日前なんだけど、土曜日はその検査をしてくれないのよ、そのお医者さんがね。土日はそのインターナショナルトラベルサティフィケ、ヘルスサティフィケっていうのは作ってくれないのよ、そこは。で、月曜日に、ギリギリになっちゃうんだけど、月曜日に行く予定だったんだけど、その日、嵐なんですよ。で、外に出ないでください。車運転しないでください。そして私の車は壊れてて雨漏りがしますと。クーラーも効きません。だから、ウーバーで行かなきゃならないんだけど、車来てくれるかなっていうね、嵐の中。だから何から何までね、まあ、ついてないなって考えちゃうとね、ちょっと落ち込んじゃうからね。まあ、いろんなね、苦労をね、神様は私に投げかけて、私を強く、これ以上強くしてくださっている感じ。So, you know, we are leaving on the 29th. So, today is 10 days before the departure date. That's the time Yuki can get the health check to receive international travel health certificate. ButThe doctor's office doesn't do that during the weekends because they feel like the USA government office is closed, so there's no meaning. There's a meaning though, because if I sent that certificate, they sent the certificate for us today, the government is going to look at our certificate first thing in the morning on Monday, but the vet doesn't want to do that, so we have to go there.Go to the vet on Monday morning, on Monday. But then that hurricane is coming, right? The rain. And then city is telling us, don't go out, don't drive. So, and then my car, it leaks rain leaks. So now we have to take Uber to Marina Del Rey vet. And I hope there will be some Uber cars in the storm.だからそのストームのね、間にそのウーバー、まあ、こちらはウーバーイーツっていうと、日本は食べ物だけなのかもしれないですけど、こちらはタクシーの代わりに、タクシーの会社じゃなくて、ウーバーってその素人さんが運転してる、昔だったら白タクになっちゃうんだけど、今はその普通の自分の車でタクシーをやってる人たちをウーバーって言うわけ、ね。で、日本ではウーバーはドライバーはいなくて、出前だけ、するみたいなんだけど、こちらはウーバーがもう車の主流なのね。タクシーの代わりに。ウーバーの方が安いし、ただ、何十人かに何百人かに一人は悪い運転手がいる。で、何か事件が起こるっていうのはあるんだけど、私は今までのところ何も問題が起きたことなくて。とにかくでも月曜日まで、月曜日の午後まではずっとこちら暴風域だから、大雨で、だって10インチとか、で、その1日で1年分以上の雨が取れちゃうんですよ。So, the Southern California is going to receive more than 1 year amount of rain in one day. So, it's going to be、hard rain. So, I'm just hoping there will be some Uber cars available on Monday so we can go to the vet.そうですね。本当にですよ。まあ、なんていうのかな。もう本当に今までも苦労の連続の人生だったので、なんか、よくね、まあ、綺麗事なんだけど、その人が耐えられないほどの苦労っていうのは神様は与えないっていう、言うんだけど、耐えられないなって思った苦労もたくさんあります。子供の頃から、大人になっても。まあ、けどね、まあ、それだけ私を強いと見込んでくれて、
まあ、乗り越えるたびに自分に自信がつくんだったら、まあ、いいのかなって。今日も21人の方ね、いらっしゃってて、いいねの数が5つ。なので、皆さん、忘れないうちにいいねを押してください。お願いします。Don't forget to press the like button, okay? 21 people, my members. でね、まあ今日ももうすでに勇気のお散歩は行ってきて、歌の練習も一通り終わりました。昨日もものすごい思いっきり練習しちゃって、今日声が枯れちゃうかなと思ったんだけど、一応大丈夫だったね。Thank you so much, Matthew. Thank you for $10. Thank you. Happy Saturday to you too, Matthew. Thank you. I'm gonna return some、gifts to you later, okay, at the end of the stream. ゆうちゃん、ありがとう。もうちょっとで終わりよ。いい子ね。ゆうき、本当に可愛いのよ。You're the bestest. You're the bestest husband I've ever.しない方がいいね。ママ、口紅。今日、口紅つけちゃったからね。ダウン、ダウン、ダウンして、もうすぐ終わりよ。もうすぐ、大丈夫よ。ね、大丈夫。Yeah, Oregon is not that far, so I'm sure you'll get some, you know, and maybe some tornadoes, so be careful too. Oregon, ね、ブライアンはオレゴンに住んでるんですけども、オレゴンもカリフォルニアからそんな遠くないから、とにかくハリケーンはメキシコから来るわけだから、オレゴンも多分かなり降るし、風も吹くと思うんで、ブライアンもそんな遠くではないです。いや、そうなんです。ここのところ、ゆうちゃんね、結構ベターなんですよ。私がバレエに行かないのと、あと医者からいろいろ、のめのめって言われてたお薬、人間の胃の薬とか、抗生物質とか全部やめて、で、私がその、いつもイライラさせられてたスタッフと付き合いをとりあえず、まあ、やめたんですけど、全然愚痴を聞いてもらうのもやめました。みんな褒めてください。褒めてください。ユキが見てる。ユキ全然分かってる。私が何話してる。これまでは何かって愚痴こぼしたくなるとその人に電話して聞いてもらっちゃってたんだけど、愚痴こぼしても逆にその人のいろいろ言動がおかしくて、そっちで腹が立っちゃうっていう、すごいそういう本末転倒な繰り返しだったんですけど、私が一生懸命成長して我慢して、その人に何かあった時に連絡しないようになったんですよ。本当に。なんでここ2ヶ月くらい一度も喋ってなくて、ただ日本に帰るときはやっぱり羽田から家に帰るときに筑波行きのバスがすごい間が時間が空いちゃうんですよ。だから、まあ、誰かに迎えに来てもらわないとと思ったんですよね。で、まあ、全く新しい方、申し出てくれてる方っていうのも、ちょっとだけ、なんていうのかな。まあ、ちょっとわからないから、なんていうの、車の中で、こう、ゆきと私と三人きりになった時にどういう感じかとかっていうのをなかなかちょっと想像がつかないから、やっぱりちょっとお願いするのを遠慮してしまったっていうのがあって、だから、その月はやめたんだけど完全に切れてなくて、日本にいる時にはちょっと、その物販のいろんなものもその人のお家に置いてあったのを全部実家に持ってきたんだけど、それを運ぶ人がいないから、それも手伝ってもらわないとならない。あ、どうもありがとう、マリーナくん。ありがとうございます。あ、上野くん寝坊しましたか？大丈夫ですよ。まあ今回も上野くんとコグちゃんにはね、物販のお手伝いをいただくので、本当によろしくお願いします。なんか上野くんとコグちゃんにコンサート会場で会うことを楽しみにしてるメンバーとかもいると思うので、はい。あ、本当？行ってくれれば手伝うの？マリーナくん。なんか遠慮しちゃってさ、なんていうのかな、なんてマリーナくんなんかあれじゃん、なんか一対一で会うのが恥ずかしいとか言って、ビデオチャットもしない人なのにさ。まあ、まさかと思っ
そうなんですね。まあ、じゃあ次から考えておきます。あ、くぐちゃん大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい。Thank you, Matthew. Yeah, I was a huge fan of Spoon because of、Rob Pope, the bass player.If you like Spoon and you like Rob Pope, he quit. He's playing on my album, Take a Picture Against the Light. あなたのために、自分のために。He's playing the bass. Amazing bass on that song. Although, Japanese Cigarette Case, he's not playing on it. But because I was a fan of Spoon, I covered. Rob Pope played the most amazing bass on my record.Please, please, please listen to that. Yeah. とにかく今回のね、For Lovers Only 2で、まあ、ね、新しい曲ばかりじゃなくて、以前、Sharp as a Knife に入ってる曲も入ってるんですけど、あ、ヨッシーさんと上野くんありがとうございます。まあ、My Little Japanese Cigarette Case っていう曲、短い30秒の曲なんで、本当の曲はもっと長いんだけど、なんか繰り返すことにあまり意味がないかなと思って短いちょっとインタルードみたいな I used it like、treated it like an interlude you know、but Japanese Cigarette Case was like my favorite song of that album on that album on Spoon but anyway その Japanese Cigarette Case っていうのをやってたバンドが Spoon というバンドでそのスプーンのベーシストのロブ・ポープという人の私は大ファン で、ロブ・ポープには Take a Picture Against the Light に入っているあなたのために自分のためにっていう曲のベースを弾いてもらったんです。それは私のすごいアルバムで気に入っている曲で、ぜひね、この放送が終わったらみんなにも聴いてもらいたいと思います。Please, let's listen to that song after this、stream. あなたのために自分のために。そのね、ベースが本当に素晴らしくて、で、どういうベースを弾いてもらいたいのかっていう説明もしたんですけど、なんていうの、私ね、ロンドンにいた頃ね、マックス・ミドルトンにね、あなたはスティービー・ワンダーみたいだって言われたことがあったんだけども、まあ、すごい、すごい光栄で、私のその才能をね、買ってくれてね、そういうふうにね、スティービー・ワンダーみたいな人だって言って、その頃は歌も本当に上手だったしね。うん。だけど、その、次は話戻ると、あなたのために自分のためにの曲のベースは、ちょっとスティービー・ワンダーのね、ある曲のベースみたいにしてほしいって、ちょっと一例として聞いてもらって、まあ、それの通りじゃないんだけど、その雰囲気をつかんで、まあ、ベースを弾いてくれて、超お気に入りのベースなので、はい。どうか皆さんね、この放送が終わったら、私の Take a Picture Against the Light から、あなたのために自分のためにを聞いてみていただきたいと思います。You know, Yuki is a barometer, like he reacts to my voice. If I, you know, sing with some ugly sounding voice, he jumps. But during the last 2 days, even though I was singing strongly, Yuki didn't jump. He was sleeping like a baby. So he gave me the confidence. He gave me the reassurance that I can go on like Thank you, Matthew. そしてね、For Lovers Only 2ね。インディーチャート15位っていうのを皆さん本当にありがとうございます。いや、40年やって、ね、私が自分のレーベル立ち上げてからね、24年目の快挙っていうことで、これかなりすごいことですね。So, I've been doing this for 40 years, and since I created my own label, you know, it's been 24 years, right?And then this year, my album got on the Indies chart, Indies album chart in Japan. That's like some amazing thing, you know? You know, sure, you know, I wish I was on the Billboard top 100 and number one, number five. Okay, that was my dream. But it's okay. I was number 15.
on the Indies Japanese album, Indies album chart in Japan, you know? That's so interesting. That's an interesting life, you know? 皆さんにまとめてね。ちょっと待ってね。何のためにこれ買ったんだってことだよね。はい、どうぞ。Go, go in! Go, go! って言って、こうやってなると何歌っていいか分かんなくなっちゃう。あ、うん。胸がきしむ出来事、一人